眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、どうですか、ゴールデンウィークですよ。満喫してますか？はい、相変わらず寝れないですね。あ、そうなんだ。ほんと寝れないです。1日3時間っていう睡眠が、もうしばらく続いてます。で、それが、さすがに2週間ぐらい溜まると、もう本当に起きらんなくなって。うん、今までの人生の中で、こういう寝れないっていうタイミング、はい、ないです、ないです。あ、初めてなんですか？初めてですか？ああ、そう。まあね、僕ね、なんで睡眠研究家になったかっていうと、はい、実は寝れない、不眠症なんです。もうずーっと不眠症なんです。あ、そうなんだ。そう。で、不眠症の解決方法で、まああのね、本当にいいのは怪談話を本当聞いてみるといいと思いますよ。へー。あ、本当に？本当に。だから僕は、もちろんね、なんかこう安眠動画とかでいろいろあるんだけど、うん、都市伝説とか睡眠、特にね、稲川淳二さんの話、聞き始めたのは、怖い話って、聞いてるとね、いや、怖いから聞かないでしょ。ところが、あのね、寝れない理由って気持ちが分散するからなんです。いろんなこと考えちゃうからなんです。ね。いろんなこと考えちゃうと寝れなくなるっていう。で、寝れるっていうのは考える必要がないから。だから寝れるんです。で、いろんなことがっていうよりも、一つのこと考えれば寝れるようになるんですよ、これ実は。で、怖いっていう気持ちによって、他の余計なこと考えられなくなる。怖い方がまだ寝れるんです。やってみようかな。そう。だ、稲川淳二の、あの、怪談話。これぜひね。この動画めちゃくちゃ矛盾してるな。いやいや、それか、我々の、安眠ラジオ。そうか、そうか。安眠ラボラトリー、ぜひ。そうか。そうですね。聞いてます？うちらの動画。いや、聞いてますよ。あ、聞いてる？あの、はい。いや、そこ聞いてないって言わないと寝れないっつってんだから。あ、そうか、そうか。聞いてないって言わないと。うん。だ矛盾だらけのチャンネルになっちゃいました。まあ、そうです。いや、そうです、そうです。うん、まあ、そうですか。いや、でも、まず、ぜひぜひ。いや、よくないですよ。寝れないの。うん。確かに。ああ、ちょっと話、じゃあ、あれで、いいですか、今日。お願いします、お願いします。今日はね、あのね、もう今までね、なんかあの、一話一話、ちょっと結構一つのことに対して深掘りして、だいたい終わってたじゃないですか、はい、話。はい。単発でね、はい。いろんなトピックを、ポッポッポッと入れていこうかなと思って。気になったこと、最近気になったこと。いいっすか？お願いします。うん。あ、いや、このね、うん、あの、すごい気になる。どうでもいいことなんですけど、うんうんうん、よく昔からチョップって言うじゃないですか。チョップ。チョップ力。パンチとかの。パンチ、キック、はい、チョップ、はい。チョップって強いんですかって。どう思います？あー、確かに。もう、これ、一回山崎さんとね、中学校ぐらいの時話してるんですよ、この話。あ、そうですか。で、僕は納得いかないんで、チョップの力。別にグーでいいじゃないですか。何にチョップって。あと、力道山さんのね、あの、チョップって言うけど、はいはいはい、あれ、別にグーでいいんじゃないですか。確かに、チョップするのって、プロレスだけですね。うん、あ、ほん、ね、そうでしょ、うん、本当にダウン取ろうとしてるスポーツ、格闘技の場合、チョップしない。しないでしょ確かにそうだわ。うん。あれちょっと見た目を派手に見せたいプロレスラーの方しかやんないですよね。まあ、確かにプロレスラーのチョップを私たちが受けたら多分骨とか折れると思うんですけど、うん、でも鍛えてる人同士のチョップだったら多分パンチの方がよっぽどダメージありますよね。いいでしょ、そう。そもそもだって、デビルチョップパンチ力。そう、いや、もうそ中学校の時にね、そうなんです。もう山崎さんと二人です。デビルチョップはパンチ力、パンチ、デビルパンチはキック力、デビルキックはチョップ力とかって言って。え、ってことは全部一緒っていう話。それは私たちが作ったあの、替え歌ですけどね。でもデビルチョップはパンチ力って言ってますもんね、あの。ね、だから、何それ。ねえ、だったら初めからパンチしろやった、うん。そうなのよ。別に、だからいいんじゃないグーでっていう。そうですよね。絶対強くないと思うんだけどな。確かに。うん。瓦割りだってあれチョップじゃないでしょ。結局グーでしょ。あ、瓦割りとかってやるけどあれチョップじゃないんですよ。そっか。グーだから。そうですよね。うん。
そうだよな。いや、だからこれぜひね、まあ、ここで解決しようとはしないんで、もうこの話はここで終わり。わかりました。要は、チョップの強さを知ってる人がいたら、ぜひ教えていただきたい。そうですね。このコメントで教えていただきたい。こういう感じでね、今日はね、いくつか。あ、なるほど、なるほど。はい。いいですね。教えていただきたい。うん。あとね、はい、もう一つね、これはね、質問というよりもね、もうこの間、もうとっくの塔に終わっちゃった話なんだけど、WBC、はいはい、最終回を、やっぱり僕ら仕事中ね、仕事をしてる時にやるじゃないですか。はい、だから、もう何も結果を知らない状態で、会社が終わってから夜見るの楽しみにしてたんですよ。ああ、ね、もう無理ですね。確かに今電車で広告がニュースが出ちゃったりね。だからもうそれも見ないようにしてましたよね。携帯も見ないようにしてたし、はいはい、会社でもその朝礼の時に今日はちょっと楽しみにしてるんで、それを言わないでくださいって解いた朝。ほいで、その会社の人もね、はい、ちょっと堀田さん、これなんですけど、ちょっと上だけって言って携帯のこの上隠して、この上の方に WBC の結果が書いてあるから、ここは見せないようにしてくれてたりとかしてるんですよ。ね、優しいですね。すごい優しい。いやいや、これ、絶対見ないようにしようって努力してたんだけど、うん、お昼にお弁当、ケータリングでお弁当買いに行ったら、お弁当の兄ちゃんがね、優勝しましたねってこう言うわけですよ。最悪ですよ。何ですか、あれは。いや、それ良かれと思って言ってますからね。何ですか、良かれですか、あれは。なんか、もうね、何が腹立つって結果を知ったことじゃないんですよ。うん、その人の、性格に腹が立ったのね。うん、なんつうの、いや、なんか安っぽーと思ってね。普段だって喋んないで、喋んないくせに。ただ多分、そのケータリングのお弁当のお客さんをね、増やそうって努力の一環で、だと思うんですよ、あれ。そうなんです。なんか一生懸命喋ろうとか、上から言われてるんですよ。なんか、お客さんに気さくに喋る。いや、おそらくあの人たち個人事業主ですよね、多分。もうね、そういうの考えるとね。普段なんか喋んないんだから。そうか。もう、そのお兄さんは、普段一言も喋んないのよ。うん。うん、一言も喋んないお兄さんがその日に限ってね、うん、なんか嬉しそうな顔もしてないもん。優勝しましたねとかって言って、なんかなんか慣れてないのね、優勝って言葉にも、ね、あ、うん、なんかね、野球好きじゃないのその人。あ、なるほどね。それでもう野球優勝しましたねって言うから、僕はね、うん、だよって顔したら、したら、あ、野球好きじゃないですかって言うわけ。あ、いや、多分この地域の中で一番好き、僕が。一番好き。そして今日夜楽しみにしてね、社員みんなに協力してもらって結果を伝えないようにってずーっとやってきた。ね。だけどあなたが今全部無駄にしたんですよ。本当ですね。っていう。そしたら、伝えたんですか、伝えた。あーです。あーで終わり。あーだ、すいませんとかね。言えばいい。あーで終わりですよ。そうなんだ。そうなんですよ。だからもうちょうどこの間 Z 世代のね、ネタバレがいいっていう世代の話ですよ。その Z 世代ですわな、その人たちね。あ、そうね。わかんないですよ。だからその途中経過とかを、結果を知らないで、過程を大切にする我々のね、うん、段階ジュニア世代の気持ちはわかんないですよ。なるほど、ね。何を怒ってんの、このおっさんって感じです。そっか。うん、で、結果をさ、あれ、どうなんですか、あれ、結果を知ってみた方がいい人っているんですか、あれ、野球。いや、いないと思いますよ。でしょ、うん、うん。勝つのか負けるのか、ハラハラ、やばいな。うん、でも、やばいと思ってたのに、うわ、ここで逆転っていうから感動するじゃないですか。うん、検証だったら見たいですけどね。検証する番組だったもんね。まだ、はい、私は、うん。そう、そうだ、そうだ、うん。そうだ、検証だったらわかる。うんうん、ちなみに私はね、はい、仕事場に着いたら、うん、ちょうど、あれ、休会が始まったぐらいで、うんうん、で、その現場の人たちもみんな、じゃあ山崎さん、ちょっと、もう仕事はいいんで、うん、これ見ません、うん、って言われて。そうなんだ。みんなで見てたんですけど。ああ、うん、そうですか、そうですか。楽しかったですか。ああ、それはよかった、うん。ちょっとした盛り上がりというか。あ、うん、僕は山崎さん以上に野球めちゃめちゃ好きじゃないですか。はいはい。かなり野球マニアなんですよ。ま、え、いや、本当に。山崎さん以上にって、ちょっと、私だって、二軍の試合とか見に行ってますからね、私。ジャイアンツも。でも、まあ、二軍の試合も見に行きますよ、そりゃ。だけど、はい。だもうとにかくね、もう、
本当にもう最初から最後まで村上知らないくせに最初から最後までねもう本当に全部見たかった、ハラハラドキドキしたかった。村上誰ですか、ソフトバンクですか。そうです。ああ、じゃあもうね、うん、だからもう 今のねプロ野球は正直言って分かんないですよ。あ、だからもう WBC 久しぶり。柳田少し背が低いとか言ってたっけ。柳田さん WBC 出ました？は出てないです、ね。出てないですね、はい、うん。多分村上は出てますからね。ね、いやいや村上さん分かって、あの分かった。そうでしょう。あ、これだと思って。で、はい、山崎さんが言ってた、はい、村上さんってデータ野球だから、はいはい、だから普段常に研究してる方だって山崎さん聞いてたの。だから WBC っていう初めて対戦するようなね、うん、ああいうトーナメント戦においては確かに苦手かもって僕、うん、最初から山崎さんのおかげで知ってたんですよ、うん、だから変な話、村上さん4番にしちゃダメだろうって思ってた。あ、うん、村上さんね、最後ようやく打てたからよかったなと思うけど、でもあれも研究の結果ですもんね。そう、本人、ね、うん、そうです、そうです。だからね、村上さん以上にね、あの人すごいなと思った。巨人の4番の人。岡本さん、はい、うん、ちびまる子ちゃんのぬぼーっとしたような顔してね、すごいなと思って。うん、まあ、ちょっとこの話ね、長くなるから。やめましょう。今日ね、いくつかトピックを。わかりました。あと次行きますよ。はい、次行きますよ。この間の子供がね、ピアノの発表会があったんですよ。はいはい。ね、このピアノの発表会行ってね、はい、ピアノの発表会って言ったらみんなね、発表会用のこうドレスと着るでしょ。うちも買いましたよ、ドレス、その発表会のためにね。可愛いですね。うん。うん、それで、ピアノ発表会って言ったら、はい、やっぱり、うん、人間がね、うん、初めて人前で何かを発表する、ドキドキする。うんうんうん、で、それまでの研究や練習の成果を、その日にこう集約するっていう、その緊張感を味わう大きな、うん、大きなチャンスなんですよ。はいはい、だからみんな、人前で演奏する、人前で自分をさらけ出して見ていただくっていう気持ちを込めて、おしゃれするじゃないですか、はい。T シャツ、短パン、スニーカーの子がいるんですよ。ここまでの話で、ちょっと、あれって思う人もいると思うんですけど、うん、そうなんです。僕、それ見てね、その人のマナーが悪いことに対して不満じゃないんですよ。うん、僕は、そういうピアノの発表会でそういう格好をさせることに対して、うん、なんていうのかな、なんとも思わなくなってきたこの風潮に対して不満を感じるんですよ。うん、例えばね、こういう時に、あの子はこういう、そういう、ちゃんとした格好しなきゃダメじゃないのって思ってる人がいたら、うん、その子、いや、その子のお母さんのこと悪く言うんじゃなくて、それをバッシングした人のことを悪く言うじゃないですか。ああ、確かに。今の時代。確かに。うん。で、それが当たり前だから、今度、その子のことを悪く言うのをやめるわけですよ。ああ。で、そうなってくると、うん、今の時代って、T シャツと短パンとスニーカーで舞台に上がるっていうことに対してみんな抵抗なくなってくるっていう、うん、でむしろ逆に言うとドレス着てる人があと10年したらバカにされる時代が来るんじゃないかなってふと思ったんですよ、その演奏を聞いてて、うん、でやっぱりね、練習たまたまかもしれないけどその子うまくなかったんですよね、うん、でそれ見てすごい恐怖感感じたのは、うん、あ、うちの子練習したんですよ、うん、で完璧にやってのけた、はい、で練習して完璧にやってのけることさえもバカにされるのかなと思った。ドレスを着て、うん、ピアノの発表会ですよ、ドレスを着て今まで一生懸命練習してきたその発表会のためにね、うんうん、泣きながら練習したりとか、うん、でようやく大成功した、うん、でも今の時代はそれがダサい時代になったんじゃない、なるんじゃないかなって。いやいや、堀田さん、いや、もう分かる。わ、皆さん言いたいことが分かります。堀田さん考えすぎ。そんなことないから大丈夫。はい、皆さんそうでしょ。うん。うん。そうですよね。そう、考えすぎですよね。なんだ、考えすぎだったらいい。うん。うん。むしろ考えすぎであってほしい。ってほしい。あってほしい。でも、正直言って、その T シャツと短パン、それに対して不満を言う人は多分許されないでしょう。そして T シャツや短パン、スニーカー履いてる人に対して TPO とかそんなこと、思う人一人もいなくなった時代。うん、
しかもその人がピアノ失敗したことに対してみんな悪く言っちゃいけない、そういう時代であることは間違いないですよね、っていう、話ですわ、まあでも、そうそう、その前半の、なんて言うでしょう、不安はね、的中かもしれないですけど、でも、上手に頑張ってることがダサいってことにはならないような気がするんですか。いやーもうね、ならないでほしいな。あれですよ、徒競走も練習するんですよ、一緒に。練習して、っつって、一緒に走って練習して、遅いんですよ、うちの子は。で、とにかく遅いから、実際走る、そのトラックまで行ってね、そのトラックの距離を僕は測って、で、僕の、クロノグラフのついた時計、高級腕時計、これ、自慢ですよ、これ。そんな自慢いらないです。ね、それで、何秒で走るかっていうのを計測して、ほいで、やった、1秒短くなったよ、つって、今の走り方だったらそれずっとやってんですよ。いいお父さん。で、ほいで、一等取れたんです。お、すごい。一等取れた、やったねって。おめでとうございます、うん。めっちゃいいじゃないですか。ところが、一番ヒーローなのはビリの人なんですよ、今の時代。うん。そうなんですよ。みんなでビリになろうねっていう時代ですからね。でも僕はいいんです。楽しかった、練習が。あ、はい、はい。ね。そう。僕はそれはいいんです。だけど今の時代はビリの方がいい。いや、ビリの方がっていうわけじゃないと思うよ。はい、そうでしょうね。でも、1位がいいって言われない以上、ビリの方がいいんですよ。だって大変だもん、1位取るの。楽な方がいいに越したことがないよって話です。なるほどね。ね。低い方向に合わせていく人生楽しいですわな、それはね。頑張ってください、皆さん。早く、僕のね、あと残り何十年生きなきゃいけないんですか、この世の中。子供たちはかわいそうだわ。あ、心の声聞こえちゃった。ごめんなさい。はい。はい、じゃあ次行きましょう。はい。はい、これね、フランスでは、事実婚っていうのが流行ってる。流行ってるっていうか、もう結構長いことね。はいはい、事実婚の主流でしょ、もうね、僕思った。事実婚ってね、すごい合理的。結婚っていうことは約束でしょ、ね、変な話、約束っていうものは言い換えれば当たり前なんですよ。習慣のマンネリ化。約束ってマンネリ化で、で、その人がいるのは当たり前という状況を作ってしまうと、残念ながら人間って感謝がなくなるんですよね。あ、確かに。では僕はね、まあフランス人がそこまで考えてるとはとても思ってないし、そんな事実聞いたことないけど、事実婚こそ今この日本に必要なのかなって思うね。で、変な話、離婚する自由があった方が一緒にいる価値ってすごい高まるんですよ。確かに。ね。だ、よっぽど好きな相手と結婚し、事実婚して一緒に生活してるときに、この人と一緒にいたければ自分はその人に好かれるようにいつまでも、魅力的でなきゃいけない。はい、ね。だから、いわばね、お互いに自分が相手に好かれたいって思い合えば、きっとその夫婦っていつまでも仲良くいられるんですよ。だ、結婚というもので一緒にいるのが当たり前だってなると、ブクブク太っても当たり前だ。テレビを見ながらポテトチップスをかじりついて横になってね、こうやってパーって見て、こんなーっつって、で、時々おならとかしちゃってね、油断しすぎじゃないですか。でも、離婚をすると罰金が待ってるわけでしょ、はいはいはい、確かにそう。そう。だったら、変な話、そんな人と、あ、ごめんなさい、あなたに魅力がないから、私は別れますってはっきり言えるような状況だったら、多分その人太らないで済んだと思うんですよ、奥さんも、旦那さんも。あ、そうね。太ってる人悪く言ってるつもりはないですよ。そうですよね。はい。分かってます。分かってますけど、まあでも、今私が思ってたのは、はい。まあ、太るのはいいとしても、寝ながらポケットチップス食べる行為自体が、まあ私にすると魅力的じゃないなっていう。そうです、そうです。そうなんです。だけど、そう、魅力的じゃない行為をたくさんしてもいいわけだし、ね、それに対して指摘をすると、ありがとう教えてくれて、次から気をつけるねって言う人、多分ゼロですよ。ゼロですね。大体ね、喧嘩して指摘すると、それに対して言われたことに対して腹を立てて、あんただってってなるのが、今の日本の謙虚じゃない
大人のやる、くだらないところですわな。全くその通りですね。うん。だから、もう相手に非があっても、その時せっかく指摘してくれたんだから、ああ、勇気を出してその場の空気を崩すことを恐れずに言ってくれてありがとうっていうのが一番大切な生き方じゃないですかね。うん。いやー、ほんとその通りでございます。でしょう。はい。はい。よ、すっきりした。ありがとうございました。いや気持ちよさそうですね。うん。もうずーっと思ってたんですよ、それ。もう最後の話なんか特に共感しますからね。でしょでしょ、はいはい、うん、じゃあ、はい、この私たちのこの考え方に少しでもね、あ、確かにそうかもって思った方、うん、でも、おかしいです、これ。安眠のための動画なのに、はい、寝れ、本当は寝かさなきゃいけないのに、これに共感した方はチャンネル登録と高評価お願いしますって、ちょっとおかしな話ですよね。そうだよ、僕らがそれね、もうチャンネル登録お願いしますって言うのに躊躇するのはその理由なんですよね。そうですよね。この時間まで、ね、はい、寝てなかったってことになっちゃいますね。そうなんです、そうなんです。最初にお願いしましょうか、次から。ああ、そんなわけですかね。そんな。じゃあ、いいんじゃないですか。寝てたとしても、はい、いいんじゃないですか。聞こえば。最初と真ん中と最後に言いましょうか。そうしましょう。ね。はい。じゃあ、次回からそうさせていただきます。はい、じゃあ、チャンネル登録と、はい、高評価を、はい、何卒、お願いいたします。同時に押してください。よろしく。なんで同時なんですか、先生。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。